みつともチャンネルと思えだよみーちゃんだよ、今日はハロウィンパーティーをします。ほうみーちゃんともデビルになった。すげえ角生えてるんだよ。俺はなんかこのなんか変なのが生えてる。俺もデビルかな、知らんセクチーダメだよ、ここまで隠しなさい。あら膝小僧が出たら NG です。でもズボンだよ。ダメです、束縛音だ。ふざけんな、肩もダメだよ。ここ縫い付けときなさい。これなんか肩ぐらいいいじゃん。夏とかどうすんだよ、ノースリーブ着れないじゃん。ここ首までちゃんとしなさい。めんどくせえやつ。というわけで今からパーティーの準備をするんですけど、やっぱパーティーといえばご飯だね。そう、酒とご飯。トモエはなんかスイーツ作るわ。みーちゃんなんかスープといいやつ作ってかぼちゃ使おう。分かった。じゃあコーラだよ。お、トリコはトリート。お菓子あげなかったらいたずらしてもらえるんだよ。変態とんでもない変態と結婚してしまった。お菓子をあげなければいたずらをしてもらえます。まずみっちゃんから作ろう。じゃあ分かった、かぼちゃです。おい、え、きたろう。なんじゃそれまずここの種を作ります。その種食べたらお腹がかぼちゃが入るの。そう、かぼちゃ入る。スイカと一緒。本当に信じちゃう子がいるかもよ嘘だよ、スイカもかぼちゃも生えないよ。じゃあちょっとこの皮を取っていきます。仕事が細かいな。やっぱね、スープにするとね口触りが悪くなるからね、栄養価は高いんだよね。綺麗に剥けました。切ります。気をつけてね、硬いよ。おお、さすが。トムも後でさ、かぼちゃ切らなきゃいけないからやって。よかった。お、絶対無理トム。絶対事故る。トムのモットーは無理はしないやろ。無理なことはみーちゃんにやってもらう。あらあら、それがモットー。お水。はい。水で煮まーす。何作るんだろう。スープ。あ、そっか。トムが作れって言ったんだ。何言ってんの。なんか穴開いてる。さっきあれを確かめた。柔らかさを。柔らかさを。びっくりした。虫子の住みかかと思った。あらあら、マシャがあればいいのね。そうだね。バター。しょー。コンソメかぼちゃシューク。あと牛乳入れます。おー、なるほど。ポタージュ。ブーンするよ。はい。滑らかにするんですね。そう、こします。すげえ。当たり前、手間がかかっておりますな。クローブ聞いたことねえスパイス。体も入れます。これでスパイス。じゃじゃーん、ここにみっちゃんに切ってもらったかぼちゃがあります。あら、いや、それともいが切ってたよ。え、そうだったっけ。うん、ともいが切ってた。ともいが切りました。嘘、俺が切った。ラップしてレンジでチンします。はい、これを潰します。すげえ。おー、すごいね。あー、上手。バター入れます。すげえ。グラニュー糖、うお、入れすぎた入れすぎた。測らないの、あなたは。だ、あ、大丈夫大丈夫、ちょうどいい。丸めます。つなぎとか何もいらないのね。いらないよ。タコ板を使います。すげえ。かぼちゃに見えてこない。なるほど。卵黄です。塗ります。すげえ。なんで塗るでしょう。テカテカなるから。そう、よく知ってるやん。なんかこうさ、ヘタみたいなのつけたらいい。いや、つけるって。ごめんなさいね、余計なこと言うなつけるの決まってるじゃん。だからみっちゃんよりかぼちゃの種買ってこいって言ったんじゃん。なるほど、かぼちゃの種か。あれがヘタなの。あれをここつけるんだよ。あれヘタなの。ヘタなの。あれ種だよ。うるせえな、なんなん。わかった
楽しいの？ともえを怒らせたいの？楽しい。ね、楽しいね。楽しい。ともえが怒ったら楽しいね。楽しい。最高に楽しい。かぼちゃのヘタを。はい。あとはこれをトースターで焼くだけです。すげえ。ピザを作っていきます。かぼちゃペースト？うん、そう。っていうか、なんで四角いの？これはね、俺の大好きなパイ生地ピザ。なるほど。美味しいよ。今度さ、うん、ピザ対決しようよ。わかった。俺が勝つよ。似たもえだって勝つよ。鶏肉。もっとバーってのっけちゃえばいいね。ん？そうなの？几帳面だね。俺 B 型ですから。いや、B 型は別に几帳面な、血液型じゃないんですけど。イエーイ。かぼちゃスライス？スライス。スライス。それは適当にのっけるんかい。ともえね、これにマヨネーズが合うと思う。マジで？うん、マジで。マヨネーズ？合うよ。いや、合わなかったの。お前の責任だ。わかった。え、バジル、ポン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 。これで焼きます。いいやん。見て、トモエ特製お化けチン。すげえ。のっけて。インベーダーゲーム。敵みたい。そうな、ハロウィンっぽいやん。完成しました。お化けが溶けちゃった。いいじゃん、お化けが退治した。ゴーストバスターズ。それじゃあ乾杯しよっか。はい。ハッピーハロウィン。うめえな。最近トモエはな、アルコールもカロリーもゼロやからな、オールフリーのビールを飲んでんの。で、酔っ払うの？そう、酔っ払った気がする。じゃあもうこれでよくねっていう。安いし。いただきまーす。もうこれ食べてみます。あー、美味しい。滑らかだし、かぼちゃの甘みと生クリームのクリーミーさ、そしてパセリの香り。このクローブとカルダモンの香り、わかる？ピザ切って。すげえ、そんな家にあるの？もらった、ファンの子にいただきました。あ、もらってたな。そう、だいたい調理器具多いんだ、みーちゃんには。そう、あ、あれ欲しい、マッシャー。100均に売ってある。え、そうなの？マッシャーが20個ぐらい届くかもしれん。あ、うんうんうん、おいしい。やっぱマヨネーズ合うじゃん。パイ生地いいね。マヨネーズもっとかけてもよかったかも。めっちゃうまい。トモのスイートかぼちゃも食べてみてよ。わかった。まあ、もう、なるほど。どう？美味しい。本当？よかった。どうせ大したことないだろうなと思ったら、美味しい。何？どうせ大したことないと思いながら食べたの？ごめんね。美味しい。ほら、アミラ。これと牛乳。おやつによくね。小蜜に行く。いつか小蜜ができてこれ作ったら喜ぶ？喜ぶ。こんなのよりチョコレートとかガムとかグミがいいって言われるかもしれない。ガムがいいとは言わんと思うよ。チョコは、まあチョコの方がいいかもしれない。まあ、トモエもチョコの方がいい。なくなった。ついてるよってしょ、トモさん。嘘。そう。ここについてるよ。ここは取って食べる。うん、そうだ。みーちゃん、トリックはトリート言って。トリックはトリート。はい。ありがとう。デコチェキあげた。ありがとう。皆さんもハロウィン楽しんでください。はい。それじゃあ、バイバイキン。バイバイキン。マルゲリータ。うわ、すごい完璧やん。食べる？食べる。ダメ。泣いた？泣いた。おいしい。そうだろう。バジルちゃんとしたやつやん。そう、生で。生チーズもさっきと違う。これでもモッツァレラ。やっぱこれだね。伸びる。
うん、勝った。いつかは勝つ。いいこと言った。いいこと言った。いつかは必ず勝つ。